おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日ね、何をやっていくかと言いますと、こちらですね、ワールドフェスティバルチケットスカウトカウンター170連引いていけたらなと思います。ってことで早速やっていきましょう。さあ結構ね、視聴者さんでアザール弾きましたとかね、ナバス来ましたみたいな方がいたので、私もねその流れに乗ってですね、ちょっとアザールナバス手に入れていきたい次第です。ちなみに私が今回一番欲しいのはナバスなので、めちゃめちゃ好きな選手なんですよね。ナバス、いや素晴らしい選手ですよね。コスタリカっていうね、あんまり強くない国を、キャプテンとして背負いながらですね、まあ、あの4年前のロシアの時も、そして今回のカタールもですね、ワールドカップでは本当にナバスのね、プレーでコスタリカという国を、何度とね、幾度となく、まあ、危機から救ってきたというスーパープレイヤーでございますので、ちょっと今回ねナバス引けたらなと思います。170連できるからね、中央突破の時は正直ポグバかなり引けて、かなりね、なんていうのかな、結果的に良かったんですけど、その運をねこのカウンターでも継続していきたいということで、早速やっていきましょう。さあ早速カウンター丸だが、まず一人目は誰も来ないと、ラファシューバーだね。ラファってどこだっけ、ポルトガルのねどっかですよね、ポルトガルの国のどっかだったな。あの所属してるのがポルトガルの国のどっかとかしら、ポルトガルリーガ、リーガプリメイラのどっかだったよね確かね。いいクラブに所属してた気がする。めちゃめちゃ足早いんですよね確か。さあ、お付き合いしましょう。さあ、出てこいや。おっと、ディマリア・ウォーカー。あかんねえ。おっと、フェルトマンか、フェルトンゲンかと思った。ジョエル・フェルトマンですね。ありがとうございます。アブカウってどこの国だろう。モロッコか。この選手は取っておいてもいいかもしれないね。ガイタンって選手が2人来てるけど、この選手はどこの国だろう。アルゼンチン。ニコラスガイタンか。さあ次行きましょう。さあそろそろ星5欲しいよ。30連目。おっと、まずはセサル・アスピリクエタですね。ありがとうございます。まあね、ちょっとね性能的にもね使わないでしょうが、まあとりあえず星5来てくれただけでよしとしましょうか。アスピリクエタね、あとは全員星3と。はい、アスピリクエタね、ちょっと性能がねフィジカル寄りすぎるんですよね。もうちょっとね守備か攻撃どっちかに寄ってくれると嬉しかったんですけど、スピード BB、 パワー C、 スタミナ B、 メンタル C はねちょっとね、なんかいろんな方向に能力伸ばしすぎましたね。さあ次行きましょう。40連目、ナバス来い。うん、エドゥアルド、オペンダ、ネイマール、ネイマール、あ、ザービッツァーですね。ザービッツァー好きなんだけどな、なんかバイエルン移籍してからちょっとパッとしませんよね。めちゃめちゃいい選手だったんですけどね。だってオペンダってどこの国だろう。フランスとかベルギーか。ベルギーもな、敗退しちゃいましたからね。さあ次行きましょう。よいしょ。お、マリオパシャリッチですね。ありがとうございます。マリオパシャリッチもね性能的には全然いいと思うんですよ。あの総合値1万800しかないんですけど、勝負手でパス取りダイアップしてて、でこのね超回復でフルで出せるということで、初心者の方にとってはねめちゃめちゃ優秀な OMF かなと思います。私の場合はね OMF アタッカーがすでにチームにいるので、ちょっとパシャリ使おうという気分にはなりませんが、それともね、あのまだ OMF にアタッカーいないよって方は本当に交代なしでフルで動けるいい選手だと思いますので、ぜひね、あの2回限界突破して、2回限界突破 ?2 回覚醒してね、失礼しました、限界突破しちゃダメだよ、2回覚醒してね使っていただけたらと思います。さあ次行きましょう。ナバスだよ、ナバスが欲しいよ。パーシャリッチ2人目。さあナバス来い、ナバス来い。うん、誰も来ない。あと100連。さあナバス来い、誰も来ない。やっぱ 4% って意外とあれですよね。おっと、トピアルで奪われると総合値低いメンバーしか来ないがまあまあいいだろう。まあまあまあ、星5来てくれるだけでね金コインになりますから。アルデルバイレルトとかもね好きな選手ではあるんですけど、
もうちょっと新バージョン期待できなそうだよね。さあ次はおヤニック・フェレイラ・カラスコですね。いいですね。カラスコはレフトミドフィルダーのアタッカーで、ゴールハンター、シュートドリブルダイアップと芸術家、シュートトラップダイアップ持ってます。ちょっとねスキルがメインスキル高速ドリブルが若干残念なところではありますけど、シュート AA、 ドリブル BB、 パス B、 スピード AA、 めちゃめちゃ能力的には悪くないよね。実際に同じレフトミドフィルダーのアタッカーで行くと、お守護確定スカウトチケットにエルシャーラウィとか、ムヒタリアンみたいな選手が来るんですけど、こういう選手たちと似てるかな。でどっち使ったらいいのって話なんですけど、個人的にはね、どっちも持ってないんだったら、今から1から使うんだったらムヒタリアンめちゃめちゃ優秀なのでこっちかな。セバドリブルも持ってるし、超回復もあって、これもねめちゃめちゃ優秀なので、個人的にはこっちでいいかなと思います。ただまあカラスコに関しては新バージョンも期待できる選手ですから、わざわざね売らなくてもいいかも。今回アルデルバイレルトとか、まあ、それこそねナバスとかは結構もういい年なんですよね、選手が。でキャリア的にももうなんていうのかな、引退に近づいている選手たちですので、アスピリクエタもかな。アスピリクエタはまだワンチャンいけそうだけど、まあここら辺の選手たちはね、ちょっと新バージョンが期待できないという面でも、もしもチームの中でね使わないんだったら、もうそこを金コインに変えちゃってもいいかなとは思います。まあナバスはねかなり魅力的な選手ですから、ナバスに関してはね使えるんだったら使った方がいいような気もしますけど、まあね無理に使わなくても、例えばドンナルーマとかいるんだったらね、ドンナルーマかなり優秀な選手ですから、そういった意味ではそっち使ってもいいかもしれないですよね。さあ残り60連いきましょう。来ていくアザールですね。ありがとうございます。いや本当にねアザールはめちゃめちゃ好きな方多い選手だと思うんですけど、いやもうねレアルに行ってからね、なかなかね怪我で試合にも出れないですし、レアルマドリードに関してはね、ヴィニシウス・ジュニオールっていう化け物ウィンガーが出ちゃってるから、ちょっとアザールをねウィングの位置で起用するのもなかなか難しいということで、ちょっと不遇だよねと思ったらコバチッチも来ていく。ありがとうございます。いやナバスな、ナバスじゃないアザールな、素で間違えた今。アザールめちゃめちゃ好きなんですけどね、私もね。いや本当にね、いや本当にあのチェルシー時代の輝きをもう一度見てみたいですよね。今回のベルギー代表の試合とか見てても思ったんですけど、やっぱりあれだよね、ボールを保持してゲームを支配したい、トッププレイヤーたちと、なかなかそれをねするに、技術が足りていない、他のプレイヤーたちとの間でね、チームとしての一体感もちょっとなくなっちゃってるような印象を受けましたよね、ベルギー代表は。さあラスト10連いきましょう。ナバス来い、ナバスが欲しい。いや今んとこね数的にはそんなに悪くないのかなと思うんですけど、まあ一貫戦でこのゲーム複数体引かないと貫突ができないので、まあね一体来たところで感があるんですよね。偏ってくれると嬉しいんですけど、武蔵速攻、ソン・フンミン、いやソン・フンミンのさ、もうちょっと強力な星5とかも欲しいよね、アジア人としてね。せっかく日本もワールドカップであれだけ結果出したんだから、強い日本代表ガチャとかもね実装してほしいですよね。さあということで今回の170連はこんな感じでした。まあ朝歩きただけ良かったかな。カラスコとかも来てくれたしね。で一応ね最後にこのガチャの星3星4の成り行きについて話すんですけど、私はもうねこんな感じで入手順に星3星4だけで相当かけちゃって、上から全員売るようにしてます。今回のこの星3星4の選手たちって売ってもね銅コイン銀コインにならないんですよ。なんでそういう意味でいくと売らなくてもいいんじゃないって思う方もいるかもしれないんですけど、結果ねボックス圧迫しちゃうだけなんですよね。なんかイベントの星3星4とかだったらまだしも、ただただガチャから出てきてるだけなので、正直レア度もそんなにないですし、まあ、特にこだわりがなければねさっさと売っちゃうことをおすすめします。まだ始めたばっかりでチーム揃ってないよって方なんかは、あの星4いっぱい数が出るのでね、例えば、持っていないプレイスタイルの星4選手を限界突破して使うだとか、そういった使い方してもいいかなとは思いますが、そうじゃないんだったらサクッとね売っちゃうのが一番効率いいかなとは思います。ということでここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフ乗っております。豆腐でした。バイバイ。
ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。